タンデ山脈はシベリア南部に位置し、ロシア連邦構成共和国のツバ共和国にある山脈である。長さは 300km にわたり、山脈の平均標高は2500から 2700m 程度となっている。最高峰は 3091m の山で、尾根沿いにモンゴルとの国境が敷かれている。この山脈は13世紀頃に書かれたとされている。 幻聴筆死にタングル山脈と書かれている。また、ラシードティーンの周詞にはタンガート山脈と記載されていた。そして、清によって名称がタンヌ山脈に変更された。これがタンル山脈に派生した。これらの名前はすべて不思議、イフ、素晴らしいを意味するコチュルク語の TA が元になったと考えられている。この山脈の北斜面は、 イェニセ川流域となっていて、西サヤン山脈に面している。東端は、モンゴルのセレンガ川の大きな流域に接している。また、南斜面の丘陵地帯はモンゴルまで伸びていて、その橋は、ウブスヌールボンの北方まで達している。そして、西端はロシア連邦構成共和国の、アルタイ共和国のアルタイ山脈の北部にある。ありがとうございます。